まず最初は個人の種目です。縄、輪、コンボ、リボンの4種目あります。3人ずつ出場しますが、上位2名の合計点が各国の持ち点になります。最初の選手はブルガリアのビアンカ・パノバさん。昨年の世界選手権では個人総合種目別とも10点満点を出し完全優勝。これまで誰もできなかったことを成し遂げました。彼女のこの縄の演技というのは、これまでの優雅で優しいイメージを打ち破るような激しいものになってますね。そうですね、ブルガリアはオリンピックではどうしても金メダルということにかけていると思うんですけど、特にこのパノバ選手は世界選手権でも優勝しましたしね、オリンピックでなんとか頑張りたいというのがこの作品の中に全て織り込まれているようですね、はい。音楽を聴いてるだけでも、胸にこう迫ってくるような感じというのが分かると思うんですけれども、この音楽を十分に生かして、はい、もう本当に人間の限界といいますか、それに挑戦しているようですね。このステップというのは必要な要素なんですか？そうですね、ステップのシリーズは3回、また連続ジャンプの3回を必ず入れなければいけないというのがルールであるわけですから、はい、少し練習のしすぎといいますか、かけすぎがジャンプ力では少し落ちていると思うんですけれども、この縄の操作は素晴らしいですね。はい、そしてこの後バランスです。このターンの3回転からバランスに行って、さらにもう一度半回転をするという素晴らしい連続技ですね。この最後のところもつま先がピッと伸びてますね。もう本当に全身が美しいですね。やはり10点でしょうか。終わった後にニコッと出るというところがまた余裕でしょうかね、はい、10点でしょうね。やはりこのキープのところが最大の見せ場なんでしょう ね。このベテランがもう毎日10時間近くの練習をするということですから、はい、やはりこの完璧な演技には練習が必要というのがよくわかりますね。あ、やはり10点です。ブルガリアのビアンカ・パノバ選手。42センチ、43キロということなんですけれども、オリンピックの時はずいぶん痩せたようですね、以前と比べますと。そうですね、女性のスポーツとして美を求めるために痩せるということはいいんですけれども、はい、私ブルガリアの選手は少し痩せすぎじゃないかなという感じがするんですよね、もう少し体重があっていいんじゃないでしょうかね、はい、160センチやったら47、8キロまであって、そして女性らしい演技 の体の中にですね、はい、この技が出てくるともっとこう優雅に演技ができると思いますよ。だから痩せることだけが全てではないので、この辺は日本のファンの皆様にも分かっていただきたいんですけども、新体操はなんか痩せるスポーツというような、なんかイメージありますけど、ここが可愛いポーズなんですよね、ドナルドダックのような。ビアンカのいいところはこのリボンの中に十分に出てますよね、はい、作品の中で楽しいところと優雅なところと、またこの独創性が全部この作品の中には織り込まれてますよ。ラストの投げまでうまく決まるといいですね。決まりました。ブルガリアでは1日10時間にも及ぶ練習をして、その合間に食事をとるわけですけれども、やはりヨーグルトですとかチーズ、それからナッツにこう蜂蜜をかけたようなものしか食べてないから、やっぱり量が少ないですね、痩せるわけですよね。リボンの先まで綺麗によくその食事でこの体で動きますね、はい、よくリボンが張っています。このリボンの張りというのはとても大切な要素ですよ。やはり10点が出ました。ビアンカ・パノバ、ブルガリア。そしていよいよブルガリアのビアンカ・パノバ選手の登場です。この棍棒の種目、オリンピックでは予選で一箇所落としたために、最後まで変わらなかったですね、順位がね、はい、風車から入ります。
演奏はショパンの別れの曲、ブルガリアのピアニストニコライ・コストさんの演奏です。このピボットターンがとても綺麗ですよね。そうですね、非常にこれに時間かけてますね、はい。2本投げです。これは高級難度ですね。そうですね、投げてジャンプしてまたジャンプで受けるというのが高級難度ですね、はい。これが非対照的な動きですね、はい。あ、手から滑り落ちました。そしてこの後配点から後転から、ビアンカはコンボになんかついてませんね、はい。あの落とすとこじゃないんですけどね、一番の見せ場の前で落としてしまいました。ヨーロッパ選手権の時もコンボでミス、オリンピックもコンボ、はい。何かこう今前半すごく良かったと思うんですけど ね、 この不安が瞬間走るんでしょうかね。それにしてもこの会場の大きな拍手やはり人気があります。ここで手が滑って完全に触ってるんですね、はい。やはりこう手の先に少し緊張が足りなかったといいますか、はい、緊張のしすぎといいますかね。日本投げからでもすぐその後取り戻してこれができるというところはまたベテランですね、はい。得点は 9.90、 最小限の減点。